地球は奇跡の惑星です。海があり、緑深い山があり、流れる水は豊かです。そんな地球に比べて火星はどうでしょうか。近年、世界中の科学者たちが火星に移住する計画、テラフォーミングに取り組んでいます。太陽から地球は1億1960万キロ、火星は2億2790万キロ離れています。自転周期も同じくらいで、1日の長さはあまり変わりません。公転周期は地球の倍あり、四季の長さも倍になっています。火星の表面です。2017年、火星に水があったと NASA は発表しました。火星の無人探査機の上空からの観測で判明。水が流れたとみられる黒っぽい筋があります。しかし、大気は地球の1000分の6しかありません。地球には磁場があり、太陽風を防いでくれるので、大気が逃げ出しません。一方、火星には太陽風が直接当たり、大気が放出されてしまいます。だから火星の大気は薄いのです。空気のない火星では常に宇宙服で過ごさなければなりません。水も十分には手に入りません。太陽光は地球1に対して火星 0.44、 だから火星は寒いのです。気圧は地球1に対して火星 0.007、頭痛を訴える人が激増するかもしれません。温度は地球の平均15度に対して火星は平均マイナス55度。太陽から遠いので当然でしょう。大気は地球は窒素 78%、 火星は炭酸ガス 95%。 酸素がなければ生きていけません。これらをどうするのか、世界中の科学者たちが取り組んでいます。例えば、火星の北極の氷を溶かして炭酸ガスを発生させ、その温室効果で温暖な気候を作り出そう。また、火星の大気中に超温室効果ガスを放出する方法もあります。原子力発電設備を持つ工場を100も作れば、火星上の資源だけで超温室効果ガスを生成できるそうで、100年くらいでカナダに似た気候に変化するそうです。また小惑星を火星表面に繰り返し衝突させ、凍ったアンモニアを含んだ小惑星を火星の硝酸塩床へ向ければ火星大気の窒素は倍になるだろう。半世紀程度で火星の大部分に温暖な気候を作り出すそうです。また火星の公転周期道上に大きな鏡を設置し、太陽光線を火星に反射させようという考え方もあります。ミラーが1個では15万年かかるので、ミラーを15万個にしたら1年で済むという法政大学の研究もあります。凍った煙とも呼ばれるエアロゲル、シリカエアロゲルで火星の空を覆うという発想もあります。モデルを使った実験の結果からは、植物が光合成できるだけの光を取り込みつつ、有害な紫外線は遮断し、しかも水の融点を超えるくらいまで気温を上げられることが確認されました。しかし2018年 NASA の発表、火星で利用可能な資源をすべて使ったとしても気圧は地球の 7% 程度にしかならない。2015年、NASA が火星住居のコンペを開催しました。優勝したのがこのマーズアイスハウスです。火星の地中から掘り出した氷を使ってロボットが組み立てるそうです。NASA のコンペで注目された火星の地下都市です。こんな都市が本当にできたら移住も可能になりますね。宇宙旅行の観光の目玉にもなりますし、土地の所有権をめぐって相当不動産価値も上がりそうです。観光業者や不動産業者が資金を出してくれるかもしれません。しかし
もしも火星に先住者がいたら、わしらの土地に何すんねん、出てけということになるかもしれません。ご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけましたら、ぜひ高い評価、コメント、チャンネル登録をお願いします。またお会いしましょう。